こんにちは、しおさんでございます。今回は45年の思いが詰まった、それを感じる蕎麦と丼のお店を紹介させていただきます。埼玉県川口市在家町、こちらの住宅街の中にあるお蕎麦屋さん、ここがめちゃくちゃ美味しいんです。そのお蕎麦屋さんは45年間も続いています。45年、僕の年齢と同じです。手打ちそばの美味しさはもちろん、もう一つの魅力が丼なんです。カツ丼や鴨玉丼、これがめちゃくちゃ美味しくてついつい食べちゃうんですね。一度知るとまた行きたくなる、そんなお蕎麦屋さんです。そちらがこのてんてこまいさん。この外観からも伝わる歴史、その45年間この地で営業をされているこちらのてんてこまいさんが、ほんとそばが美味しく、そしてその思いが伝わるんです。場所はこちら、メニューに載っていた地図を見ると分かりやすいです。このような感じであります。そして歴史が伝わる外観を見ながらお店の中に入っていきます。お店に近づいていくと、お店の入り口そばには駐車場の案内もありました。駐車場は全部で8台止められるように、お店の近くに駐車場がありました。そしておせいろ、この表記が素敵ですね。店内へ入っていきます。店内はカウンター席とお座敷、でもお座敷だけど椅子が置いている、誰でも座りやすい、そんな席になっています。メニューはこちら。まずてんてこまいさんの案内が書かれています。こちらの案内の最初をめくったところにあるこのてんてこまいさんの案内、昭和52年から始められて、今までこのように手打ちで頑張ってこられている、その姿を見るだけで本当に美味しさが伝わってきます。冷たいそば、めちゃくちゃ種類がありますね。いつも迷ってしまいます。さらに温かいそば、うどん、こちらもいろいろありました。さらに鴨料理、こちら鴨料理がとにかく美味しいのと、そして鴨料理にこだわっているんです。なので鴨汁うどん、鴨そばも含めてあります。他にも鴨関係の宴会コースなどもあります。それくらいにその鴨料理、そこに凝っている、そんな鴨が食べたい、そんな時にもおすすめのお店の一つであるというふうに捉えております。さらに一品料理も充実しています。夜お酒と一緒に楽しみ、締めにそばを食べる、それもこちらのてんてこまいさんおすすめの楽しみ方の一つであると捉えております。そしてこちらの天ぷらも充実していました。ほんと料理一つ一つこだわりを感じる、そしていろんな種類があります。もう一つの魅力はこちら、鴨玉丼をはじめとした丼メニューです。ほんと丼メニューうまいんですね。さらにこの丼と小さなお蕎麦のセットなどもあります。こちらのお蕎麦と小丼のセット、こちらも用意されていました。そんなセット料理も含めておすすめなお店、まずはそばからいただきます。ざるそばです。こちらのざるそば見ていただくと、このような感じで提供されます。提供のされ方もまた素敵ですよね。こちらのざるそばについてくるこのつゆ、こちらのつゆも器から素敵な感じですよね。そしてこちらの次に見えるのは小鉢です。こちらもついてきます。この日は切り干し大根でした。美味しかったです。そしておしんこもついてくる、そんな感じのメニュー。そしてそばをいただいていきます。見ていただくと分かるように、切り口、太さ、これが手打ちならではという部分を感じる、そして食べると分かる手打ちならではの美味しさ、つゆは優しい味わいで美味しいんですね。このそばにめちゃくちゃ合っている感じです。いろんな太さ、長さのそばの食感、
こちらを感じられる。これが美味しいんですね。食べれば食べるほどその美味しさというところを実感する、こちらのてんてこまいさんのそば。食べながらすごく感じるのは店主の思いです。厨房から聞こえてくる店主やスタッフさんの頑張る声、楽しんでいる声、それを聞いているだけで食べながらこの店主の思いを感じる、そんな美味しさが伝わってくるそばでした。そしてセットで注文するとこちら温かいそば、こんな感じで登場します。こちらはセットのミニそばですね。これもまた美味しい仕上がりになっています。器が素敵です。セットの冷たいそばはこのような感じで登場します。出汁は冷たい出汁。そんな感じでいただくもう一つの魅力は丼です。丼が本当美味しいんですね。まずはおすすめカツ丼です。このカツ丼がめちゃくちゃ美味しいんです。初めて食べた時から実はハマりまくってまして、そしてここのお店に来るとついカツ丼を食べたくなるんです。このとろけ具合しっかりしてます。そしてカツの厚みがしっかりしていて美味しいんですね。返しの旨味、これが美味しいんです。そして食べるとほんととろけ具合が素晴らしくて、その美味しさにハマっちゃいます。そしてもう一つの名物がこちら、鴨玉丼です。鴨玉丼ってありそうでないですよね。この鴨玉丼を初めて見た時、なんだろうということで、このありそうでない丼をまず注文してみました。そしていただくと、ほんとありそうでない親子丼のこの鶏肉が鴨になっているということで、ありそうでない丼に仕上がっていました。こちらも見ていただくと分かるように、卵のとろけ具合やばいですよね。鴨肉を卵で閉じた丼、この持ち上げる時の卵のとろけ具合がほんと素晴らしいんです。いつ食べてもこの絶妙感がほんと素晴らしい。そして食べるとうまいんです。鴨肉の食感、これ独特ですよね。その美味しい食感とこの卵の味付け、ご飯のうまみ、これがめちゃくちゃ絶妙なんですね。そしてすごいのが鴨肉の量です。食べると鴨肉の量に感動します。まだ入ってる、まだ入ってると感じるくらいに鴨肉が次から次へと出てくるんですね。そのためにあの鴨ならではの食感を楽しむことができる、鴨肉を惜しみなく使ったほんと贅沢な丼です。一度食べるとこちらの丼もほんとハマってしまいます。それくらいに味わいがほんとうまいんですね。このカツ丼と同じく、何度食べてもちょうどいい絶妙な味付けと卵のとろけ具合、そしてこのつゆに浸ったこちらのご飯ですね。ほんと美味しさが見ているだけで伝わってきます。そんな鴨玉丼、こちらも今回改めていただいて、やっぱりうまいなということを感じるとともに、ぜひおすすめしたいと思いながら編集させていただきました。そんなてんてこまいさん、鴨好きにはもう一つおすすめの一品があります。それが鴨焼きです。こんな感じでいつも訪れるたびにお腹いっぱいあれもこれも食べたい、そんな気持ちいながらいろんなメニューをいただいているてんてこまいさん、訪れるたびに本当にいいお店だなということを感じながらお腹いっぱい食べてお店を後にしています。
そんなてんてこまいさんでいただいて感じること、それはずっとこのお店が続いてほしい、そんなお蕎麦屋さんの一つであるという気持ちです。本当に頑張っている、そのことを感じるとともにお客様に届けたい思いが本当伝わってくるんですね。そばを食べながら、丼を食べながら、そんなそばと丼からもお店の45年間培ってきた思いが伝わってくる、それは本当素晴らしいことだと思います。そんな素晴らしいお店、それは食べるたびに美味しさを実感することでより確実な思いに変わってくる、そのことを感じていつも訪れるたびに本当今日来てよかったなということを感じます。だからずっと続いてほしい、そしてずっと応援していたい、そんな気持ちになってくる、そんな素敵なお店であるということを感じながらいつも利用させていただいております。見ていただくと本当美味しさが伝わってきますね。45年の思いが詰まった料理たち、その思いが詰まっているからこそ味わえる、このてんてこまいさんだけで味わえる美味しさと楽しみ、お店を訪れるときはこちらのメニューの最初に書かれたお店の紹介、こちらをぜひ読んでから楽しんでいただきたいと思います。それくらいに思いが感じられます。そば好きはもちろん、どんぶり好きにもおすすめしたいお店、それがこちらのてんてこまいさんです。てんてこまいさん、いつも本当にありがとうございます。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。